あれは昨日のことだった。うん、どうだどうどういいじゃんいいじゃんいいこの笑いまた決まったね。どうだった？私たちのミリオンアルファはなかなかのものだったでしょ。あんたこう浩二君もっと落ち着いて。コウジ君？あっ、切れた。かぁ、うめぇ。こんなごちそうなんて久しぶり。あ、ん？何？あ、あ、おし、腕がうずうずしてきたぜ。魔人カエザー呼び出して模擬戦やろうぜ。今さら言ってももう遅いわよ、この食いしん坊コウジ。ごめん。それに旅行の間くらいは魔人カイザーのことは忘れてのんびりしなさいってお父様が言ってたでしょ。今回はコウジ君の休養を兼ねた視察旅行だからな。あ、そっか。あ、安心したら腹減ったな。まだ食べるの？あれはお化け物だ。我が名は暗黒大将軍。暗黒大将軍？人類とその愚かな文明は二系で七つの戦闘十分弾が抹殺。これより地球は我ら未経年帝国が支配する。俺たちはなんとかパリを脱出したんだけど、北極上空で敵の待ち伏せを受けて。そうだったか。で、未経年とは何なのかね。我が師兜十三博士が日記に書き残しておられます。かつて巨人兵を操りバードス島を中心に栄えた帝国、それがミケーネ帝国であると。数千年前何らかの理由で地底深くに潜伏したが、今なお地球侵略の機会をうかがっていると。だがまさかこれほど強大な戦力を持っていようとは。